朝6時から植物の世話。子供たちも朝起きるのが早い。植え替えようの？全部？全部。植えるように？植えてほしい。このポットから。植えてほしいの？植えたとこ通れるよ。うまいとこ通れちゃうんだ。いろんな植物も増えてきました。今年は3回毛虫に刺された。今日はこれだけ取れました。ひどまるでいい。うん、分かった。今日火曜日、今日それだけでいいんだね、チュッパちゃまね。今食べたやつってホットケーキのこと？あのさ、さっき自分で1枚がいいって言っただよ。それでおかわりするだって最初から2枚って言ってよね。もういいんだね、他のはいらないんだね。ウインナーとか卵もいいんだね。わかった。気を取り直して自分の朝ごはん。私の朝ごはんです。はい、食パンにきゅうりとレンジで作った鶏ハムをのせました、はい、トマト、バナナとヨーグルトです。この日の最高気温地獄の39度。あっという間に部屋が汚れた。すごい散らかしたね、あんたたちは。もう起きてからその数時間でこんなに散らかるもんだね、本当に。ん？それ最近チュッパちゃんのお気に入りの隠れ家。なんか亀みたいになっとることな。で見てこれ。これチュッパちゃんが昨日バキッとおった。やっちまったな、とうとう。さすがにこれ接着剤でもくっつかんよね、無理だよね。やっちまったな、とうとう。プレゼントでもらったやつなんだからね。ねえ、3人目が乗れんくなったよ、これ。これこうやって運転しろよ、こうやって。ねえ、まだ捨てないからね、これ。大事にしろよ、あと5年、10年ぐらい。ねえ、これちょっといい加減片付けようよ。汚れたり、壊したりと笑い。大きい車だけ、あとで。大きい車。あのさ、今言ったよね、片付けてって。もう大きい車。大きい車じゃなくて、片付けて。やべやべ、壊れてしまった。これパズルさ、何にこれ、全然ピースが入らないよ。ピースがないともうパズルできんよ。ちゃんと探して。はい。あ、なんか違うおもちゃで。お、もう当たったよ、ちょっとやめてよ、もう。勝負って誰とよ。ニーナ、ママに当たったよ、もう。じゃ違うじゃない、今片付けてって言ったのに、なんで遊んどるの。ちょっと、ちょっと練習やってくる。頑張ってきます。あのさ、一緒に片付けないとったらお昼ご飯食べさせんよ、作らんよ。片付け一緒にやるまで片付け、食べさせんねん、ほんとに。ママ作らんよ、お昼ご飯。先輩ちゃんもうカメになって隠れてないで、早く教えておいで。でもさ、練習しようじゃなくて、あなたいつもさ、食べないしな。あったら。なんで、英語じゃないの。僕？僕じゃない、ちょっぱちゃん。まあ片付いたね。じゃあ昼ご飯作るね。はい。気を取り直して昼ご飯の準備。起きるよ、パパ。
うまそうやな。うまそうやな。今日はお肉から食べるだね。もうすぐ食べ終わりそうだね。食べ終わったら欲しいもの取っていいよ。お肉が欲しいの？うん、じゃあ食べ終わったらね。赤ちゃんはお好み焼きあんま食べてないね。ちょっと休んだら風呂掃除。飛んで夜ご飯の準備。そうなの？してないよ。ママ、人参おいしい。おいしい。チュッパちゃん、人参好きだね。ご飯食べるときぐらい、それ外した方がいいよね。邪魔じゃない？まあ、ご飯じゃない。カレー食べて。パパが背中抜いてくれた。何？背中。あ、パパがお風呂入れてくれたね。よかったね。ちょっとママさ、最近も。お腹大きいもんね。さ、お二人をさ、お風呂入れるのはいいけどさ、体拭いたりするのが大変だもんね。お兄ちゃん大好き。大好きなの？そうなの？うん、食べなね。ママ大好き。ありがとう。カレー完食したね。まだあるけどいい？チュッパちゃんまだ残ってるね。お茶が冷たい？おいしいよね。ぼっくんおかわりよかった？まる。じゃあごちそうさまね。じゃあごちそうさまでした。どこ行くの？うん、ごちそうさまでした。ベタベタ。ごちそうさまやらね。ベタベタには見えないよ。カレーに出たでてら。まだ残ってるよ。テレビ。
てベタベタベタには見えないよ、ほら。あ、ちょっとここがね、ついてるかな。ここも。パパのサンダル。何、もうごちそうさまなの、チュッパちゃんは。それサンダルじゃなくてスリッパ。じゃあ届けてあげて。あとで。うん。やっと一日が終わった。熱中症には気をつけてくださいね。